気をつけ、ボウ。水の中には巨大ワニがおるでの。ワニ。ワニの好物は魔女だ。さあ、行くぞ。マギル以外は足元注意でな。暗殺に向かう雰囲気じゃないわね。こんな道を知ってるなんて、やっぱり警視庁ってすごいんだね。その情報を生かすための仲間が城の中にまでいるんだから、大したもんだ。王国全土に支部を置き、犬や猫さえも情報集めに使うノウハウを持っているという話だ。わしも聞いたことがある。連中は仲間の死体すら無駄にはせんとな。仲間の死体。その昔、城に忍び込んだ警視庁の男が警備兵に追われ、この地下道に逃げ込んだそうじゃ。男は水に潜って追っ手をやり過ごそうとしたが、バクバクバク、ほどなくしてワニに食われた男の腕だけがお堀に流れ着いた。それを見て警視庁の連中は二つの情報を得たという。二つ。一つは人が通れる地下道の存在、もう一つはワニ料理がこの町でも作れること。ワニの肉は人の血で揉むと柔らかくジューシーになり、麻婆カレーには最高に合うそうじゃって。あ、僕が食べたのは。へえ、そんなに美味しいなら試してみようかしら。嘘しか言わない魔女の血で。俺も食ってみたいな。戦力ダウンにはならん。坊の緊張を解くための可愛いジョークじゃって。嘘なんだよね。ワニというのは真っ赤な嘘じゃがな。坊が食うた麻婆カレーには人食いナマズの。行くわよ。ゴーマから市民を守るための城塞都市じゃというに、王家の足元にゴーマがおるとは清涼の怠慢じゃ。確かに清涼にしては脇の甘い警備だよな。巨大な防壁で町を囲ってその内側を守るってのが王国と清涼の対ゴーマ政策だもんな。壁の内側で発生したゴーマにとって外に逃げるのは容易じゃないとも言える。王宮は広いし建物も大きいから隠れる場所もたくさんある。取水口を通り抜けるのはゴーマにとって難しいことじゃないよね。そのくらいのことは清涼も分かっておろう。むしろ支え込んで一網打尽にすればよかろう。ゴーマの存在に気づきながら放置してる。でもそんな理由なんて。さっぱらんの。急がないと夜が明けちゃう。こんな時はマギル占いの出番じゃよ。どちらに進むか。フィッチフィッチフィッチ。マギル。ああ、怖い怖い。ボウはどっちに進めばいいと思う？僕は。とにかく上に登る場所があるはず。それを探しましょう。ベルベット、浮かぬ顔じゃのう。小悪党とはいえ人間を殺すのは気が重いかい？別に。あんたみたいにヘラヘラしてるやつがどうかしてるのよ。わしは裏切り者を探しに行くのであって、人殺しに行くわけではないからのう。殺さないといけないのかな。ネクターをやめさせるだけじゃダメなのかな。話が通じるやつならいいんだがな。酒場の噂話じゃ、あの大司祭は相当なクセモノだぞ。今でこそ聖司教も聖領も民衆から支持されてるが、3年前までカンコドリが鳴いてたそうだ。そんな苦しい時代にも
ずっと戦士協会に尽くしてきたのがあの大司祭ギデオンだったとか。だが降臨の日を境に精霊が見えるようになり、精霊術がゴーマ退治に有効だと知って手のひらを返した。目に見えるものしか信じられぬ愚か者の群れじゃからの、人間というのは。民衆の支持を得た聖司教会の連中は浮き足立って、醜い権力争いが起こったらしい。名ばかりの司教や権力目当てに入信した新参者、大司祭の座を狙った連中はみんな消えた。教会を辞めたの？いや、みんな死んじまったそうだ。病気だの事故だの死に方はいろいろらしいがな、その結果ギデオンが大司祭になった。あ、そうまでして大司祭になったというに、今や民は同志アルトリウス様の大合唱、心穏やかではなかろうの。ま、俺たちにもいろいろ仕掛けてくるかもしれん。用心した方がいいだろうな。どんな奴だろうと関係ない。やるべきことやるだけよ。図書室、こんなところに出るなんて。おほう、さすがは王城の書庫じゃ。チンポンが揃っておるの。あ、古代語の本読めるのか？でも僕、暗殺には必要ないものね。欲しいなら持っていけばいい。いいこぶっても仕方ないわよ。ゴーマに協力してるんだから。お前な、もっと素直に優しくできないのか？人を殺しに来てるのに無茶言わないで。そんなボロでいいのか？もっと高そうな本もあるぞ。さて、マギル、礼拝堂はどっち？さて、どっちじゃろう。ちょっと、わしは王城に入ったとは言ったが、詳しいとは言っておらん。私は言ったわよ、邪魔をしたら捨ててくって。ではまずゴミ箱を探さんとの。当てにした私がバカだった。さあさあ、肩の力を抜け。さすれば道はおのずと見えてくるものじゃ。緊張してるのか、ライフセット。少し。ならばわしがまじないを教えてやろう。フィッチウィッチフィッチってやってたあれのこと？あれは運勢や未来を見る占いじゃ。まじないというのは自分にかける幸運の魔法のようなものじゃよ。この呪文を唱えるんじゃ。マギンプイ、ほーれー、効き目抜群じゃ。どういうこと？何の魔法なの？どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことにとらわれる生き物なんじゃって。とにかくわしの後について唱えるのじゃよいな。うん。マギンプイ、マギンプイ。声が小さい。もう一度、マギンプイ、マギンプイ。もっと心を込めて、マギンプイプイ、マギンプイプイ。もっと、マギンプイプイ。もっと上げて、マギンプイプイプイ。し、静かに。わしらは侵入者じゃぞ。これがお約束なんじゃ。うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんてない。まったく、ゴーマと精霊には余裕がなくて困る。マギンプイ、ん？どうでもよくなった？くっ、棒に殴
慰められるとは。もうどうでもいいわい。あんたがギデオン？祈りの途中だぞ。何者だ？先に聞いたのはこっちよ。無礼な。だが、ゴーマならば当然か。そこまでです。マギル占い大当たりじゃ。待ち伏せか。これも死神の力か。それともあのばあさんに売られたか。調べたのね。ネクターの元締めがそいつだって。そう、あなたたちが起こした事件の関連を洗ってギデオン大司祭に行き着きました。知った上で守るの。処罰は聖霊が厳正に下します。処罰だと？私がどれだけ聖霊に便宜を図ったか分かっているのか。ベルベッタや、そやつを追い詰めてくれたらいいことが起こるかもじゃぞ。ガイアは黙ってなさい。エレノア様、ちぇ、増援か。飛び道具は向こうの方が上か。頭を潰せ。任せる。エレノア様をいじめるなでご。よくもわしから逃げてくれたの。マギル姉さん。元さやに戻ってもらうぞ。七つ目の森に生まれし一族よ。今再びちぎりを交わし、我が悶々たる記念混沌を極めし一滴とならん。覚えよ、何時に与えるマナを。フューシーカス！ビーン！ソーバット！ふっふっふ、みなぎってきた！この力は、タイマシ！違う！わしこそは、健康雨天をおもちゃにし、鬼をもおちょくる大魔法使い。あ、マギルー姉さんと覚えおけ。人の身でゴーマに味方するとは恥を知りなさい。どいて。どきません。はあ！はあ！はあ！ま、待ってくれ。すべて聖霊のためにやったことなのだ。神殿建立の費用がいると言われて、それでネクターを。勝手に製造量を増やしたのは悪かった。だが、それもわしなりの救済のつもりだった。話し合おう。誰に頼まれた？被害者か？医者どもか？それとも。まさか、アルトリウスか？そうなのだな。くそ、私を消して闇に葬る気か。おのれ、私がどれほど炎上してやったと。いかん。
と救世主面の若者が。腐れてたまるか。ぼさっとしないで、死んだら本は読めないわよ。ベルベット、追わんと逃げられるぞ。逃がさない、追って殺す。こいつは何？聖霊がこいつを捕まえてるってことか。この結界前に、何はともあれ依頼は果たせたの、結果的に。じゃがそうね、報告に戻るわよ。大司祭に何を。それにこのゴマは一体。知らないし興味もない。ふざけるな。ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり。大魔師から精霊を奪うとはな。どうやったんだマギル。もともと美縁風はわしの精霊なのじゃ。それを裏切って家出しよってからに。うぅ、マギル姉さんの精霊使いのバッタさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところをエレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。ビリーン、またバットの日々が戻ってきてしまったでふ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけベルベット、問い詰めるだけ無駄だ。無事依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は。わかったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には高位の大魔師しか入れない。そして高位の条件はA ランクの精霊を4体以上連れていること。うん、つまり4体の強力な精霊がいれば俺たちも結界を抜けられるってことか。だが精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな、うん、こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと一体精霊がいるな。大魔師から奪うしかないわね。わしも行くのか。めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いて行ってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様、じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞめったにない見せ物じゃし。マギル姉さんはこういう人なのでふ。
僕、みんなに一緒に来てほしいです。お願いします。ライフセット、そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おや、まあ無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は、痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つために。仇。出発するわよ。晴れやか爽やかな朝じゃわ。裏切り者にみっちりお仕置きしてやったでな。みっちりすぎでふよ。鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様なら、ゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょう。カノヌシは存在しないっていうのか？うん。カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつは。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろん。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライキセット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるよう、シルフもどきを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフもどきの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。
あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。はっはっは。だがどういう仕組みなんだ。電書鳩は帰巣本能を利用して飛ばすもんだが、シルフモドキは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフモドキはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ。いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい。あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか。ダメだよロクロ。やっぱりダメか。改めまして皆さん、セレビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう。らしいな。だが精霊が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎ。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な A 級じゃよ。特別な A 級、感動です。マギル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんですね。昔から変わらぬぞ。主が A 級にわしのしもべであることはのう。そっちの A 級ですか。そうばーっと、はあ、緊張感のないやつがまた増えたわね。どうかしたのかライフィセット、元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。ロクロウはゴーマの剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女、僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ。どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい。それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど
わかった。いい話っぽいが気をつけ。言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に鍛冶を取れ。うん、まあまあの手応えだったな。やっぱり自分が修行したかっただけなのね。俺のためだけじゃないぞ。俺が強くなればお前の戦力が大きくなる。これも立派な恩返しだ。自分のためっていうのは否定しないのね。当然だろ。修行して高みを目指すのは剣士の差がだ。今さらだが、なぜ六郎は恩返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀の在りかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないの。心外だな。蘭月家の男は義理堅いので有名なんだぞ。それにしても蘭月って変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。うん、なんでもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使うわけね。ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。以来蘭月一族はその貴族を主君とし、恩を返すために仕えてきたんだ。用心棒として。用心棒兼暗殺者兼隠密兼影武者兼。命じられれば何でもか。借りたものは必ず返す。命を使ってでも。ご先祖が残した家訓なんだ。実際5人いた俺の兄貴も4人死んでるな。義理堅いだろ。分かったわ。要するに一族揃ってまともじゃないのね。だな。味方のうちは頼りになるとも言えるがな。ん？なんでそうなる？シルフもどきは届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。棒にもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、棒に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい。とんでもないです。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえなるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も
海が好きだった。ベルベットの弟も岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん、しかも検問のタイマシを全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。分かった、直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？分かんないけど無関係とは思えないよ。アイフリードはタイマシが捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激ー。